で今回は競輪グランプリ2019の結果発表したいと思います。ね、初めて買ったんやけどね、もうすげえの出たってびっくりしたね、マジで。また記念日かよ、まあほっとかなわんな、マジで。ここで来る、またここで。ああもう。でね、残ったお金でね、ちょっとねやってみたいんで、でウィンチケットっていうアプリでちょっと買ったんやけど、そこに AI 予想っていうのがあって、そこになんか星3つの予想のやつをちょっと3レース買ってみたよね。そしたらね、全部当たっちゃって全部ほんでね、調子こいてね、次の日もやったらね、全部外れたあーもうなんじゃこりゃということでね、ちょっと競馬の方はね、2月の方までね、ちょっと G1 はちょっとやらないもんで、ちょっといろいろね、その間ちょっと企画を考えて、次の動画もちょっと上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、また来週。